フランケンベルクフランケンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデックフランケンベルク軍に属す小都市で、同軍の経済上の中級中心都市である。ブルクバルトの北、エーダー川を渡る、都小地に面した山は、古くから防衛機能を有した村であった。特にフランク時代のザクセン戦争でこの村は重要な役割を果たした。現在のフランケンベルク氏は、 チューリンゲン方白のヘッセン部分の代官を務めたコンラートフォンチューリンゲンによって建設された。これはマインズ選定工領に属すバッテンベルクに対抗するものであった。二つの交易路の交差点に位置するその立地により、この町は急速に経済的重要性を獲得した。フランケンベルクの歴史年代記者、 ビーガンとゲルステンベルクが詳細に記録した1476年5月9日の大火により、この町はほぼ完全に破壊された。16世紀に再建されたが、王子の重要性を回復することはできなかった。中心街区は近代化された旧市街と、やはり近代化された新市街からなり、数多くの木組建築を有している。フランケンベルクは、 南のブルクバルトと北西のブライテシュトルートとの間、ネムフェ川がエーダー川に注ぐ合流点に面している。市の北部シュロイファシック近郊でヌーネ川がやはりエーダー川に合流する。フランケンベルクは、北はリヒテンフェルスおよびフェール、東はフランケナウ、南東はハイナ、南はブルクバルト、西はアレンドルフおよびブロムスキルヒエン、北西は ノルトラインベストファーレン州、ホーホザガーラント軍のハレンベルクと境を接している。フランケンベルク氏は、中核市区のほか、以下の12市区からなる。括弧内の人口は、2005人現在の数値である。フランケンベルク氏が築かれた山のふもとでは、二本の古い、軍事、交易路が交差していた。マイン、川下流域から来た、バイン街道は、 ブルクバルトからここの都市を地を通ってエーダー川を渡り、川の北岸の高台を越えて、ベストファーレン地方に続いていた。西から来た、ジゲナー街道は、ラーン川とエーダー川の分水海を通り、山を北に迂回して、ニーダーヘッセン地方に向かった。その後、ヘッセン地方は500年頃に、フランク人の勢力下に組み込まれ、防衛に、 有利なフランケンベルクの山は、エーダー川北岸のザクセン人との紛争において、軍事的重要性を増していた。ここには、フランク時代には、早い時代から、すでに防衛施設が設けられていた。しかし、8世紀の初めになると、ザクセン人の襲撃が増加したため、カール大帝は、堅牢な防衛施設を建設し、常駐の守備兵に、これを守らせた。この城は、 ザクセン戦争の間には、ザクセン地方の奥深くへ進行する、フランク軍反抗の拠点となった。バイン街道は、公軍、補給ルートとして新たな重要性を帯びていた。ザクセンを征服し、キリスト教家した後は、この城は、不要となった。その後も山に人が住み続けたかどうか、確かなことは分かっていない。旅人や商人によって、宿場町や、 公益地として利用された可能性もある。13世紀の初頭になって、初めて、フランケンバーグは、歴史の表舞台に登場する。チューリンゲン及び、ヘッセンの砲白は、自らのニーダーヘッセンの所領とオーバーヘッセンの所領との間に位置する、ツイーゲンハイム博と同盟を築こうと試みた。この計画は、マインツ大司教がその勢力範囲を、 西からボーラ川流域まで拡大したことで頓挫した。これに対して、チューリンゲン砲白は強い反撃に出た。1231年以降兄のハインリヒラスペから、チューリンゲン砲白領のヘッセン部分の運営を委託されていたコンラートフォンチューリンゲンは、1233年、あるいは1234年に、フランケンベルクにしろと町を築いた。ここは、 マインツ側のバッテンベルク白漁の真ん中にあり、レッデナウ管区とガイスマー管区の境界領域に当たっていた。近隣領主からの抗議は一切無視された。城は、三方が急勾配で落ち込む、形の山の張り出し部の先端に築かれた。ここからは、エーダー川の下流域全体を見渡すことができた。デジロがこれに接続し、同時に、境界勢力を包囲した。 すぐ背後は都市計画が示す通り都市建設がなされた。山の背後の北に向かって落ち込む部分が大きな丸くと広場を包み込んでいた。生誕に視聴者が建設された広場の分割はおそらく後になってなされたものである。この山の町が単に強固な両方であるばかりでなく交通の便が良い位置にあることから経済的利点を有していることを 人々は認識していた。この新しい町の住民は、近隣の村落や小集落から集まってきた人々で、自らの意志で故郷を離れて移り住んだ人々であった。こうして、時代とともに16の集落が失われ、その名前は、公牧地の名前として引き継がれた。フランケンベルクは、堅牢な死壁で取り囲まれた。旧市街の25の塔や、門の内、当面の、 ヘクセン島だけが現存しており、五つの門はいずれも姿を消している。新たな町は急速に発展し、商人や思考業者を保護した。1286年に大規模なマリエン教会の建設を開始したことは、その富の兆候である。この教会の姿は、完成したばかりのマールブルクのエリザベート教会に似ていた。 フランケンベルクの商人は広範囲にわたる取引関係を築いており、州の市の他に年4回の市が開かれていた証拠が残されている。経済的な流盛は急速な文化的交流をももたらした。フランケンベルクには13世紀にはすでに私立学校があり、町は1500年頃に全盛期を迎えた。1353年に完成したマリエン教会に、 1370年から1380年頃に、ティーレフォン・フランケンブルクの傑作である、マリエン・礼拝堂が設けられた。人口増加に伴い、都市の拡張が不可避となった。このため、1335年に、紅白主導の下山のふもとからエーダー川までの間に新市街が、創設された。この町は、ジゲナー通り沿いに建設された。この町は、 固有の行政機関を有していたが、司法上及び協会組織上は、旧市街の階にあり、固有のマルクト広場を持っていなかった。新市街は1556年に旧市街し、一つの自治体となった。1476年5月9日に火災が起こり、旧市街と新市街の全域がその犠牲となった。聖母教会も完全に消失した。 1240年頃に建設された、シュタインハウスだけが天井階まで、無事に火災を切り抜けていた。住民たちは直ちに再建に取り掛かり、フランケンベルクを、当時のヘッセン領内で最重要都市の一つとしようと、意気込んだのだが、火災の山上から完全に回復することはできなかった。1507年に、再び火災が新市街の半分を消失させた。 14世紀の前半から置かれ、フランケンベルク及びフランケナウの都市行政とガイスマー、裁判所の一部機能を有していたアムと、フランケンベルク本部は古い水城にあったが、新たに建てられたボルカースドルフの狩りの城にその場所を移した。これによって、アムとボルカースドルフは、レッデナウ下級裁判所管区とガイスマー、裁判所管区を管轄するアムとボルカースドルフが、設けられた。 16世紀になってやっと、アムトフランケンベルクが再興した。これには、死の他に、旧聖ゲオルゲンベルク修道院、ローデンバッハ農場ビーゼンフェルト醸造所が組み込まれ、1604年に、アムトボルカースドルフと統合された。1655年に出版されたマテウス・メリアンの、同版画に描かれたフランケンベルクこの街は16世紀に、再び拡大した。 現在この町の象徴的建造物となっている新しい堂々たる視聴者の建設は1509年に始まった。ヘッセン砲白領の他の部分と同様、フランケンベルクも1526年以降説教し、ルートビヒシティピウスとカスパートルデによって宗教改革がなされた。砲白モーリッツの下で1606年に強行された教会の改造によって、 教会内の及びマリエン礼拝堂の使徒像や聖人像が破壊された。1529年から1611年のペストの時代、マールブルク大学が5度にわたってフランケンベルク市内に避難してきた。30年戦争はこの街に甚大な被害を及ぼした。日本の主要な街道が交差するという経済的に有利な立地が、この戦争では不運に働いた。 通過する領事にへの軍勢や皇帝軍による長期の占領がこの町に途方もない損害を与えた。1646年には市の近郊、東天平衛でヘッセンダルムシュタット軍とスウェーデン軍を加えて強化されたヘッセンイカッセル軍との間で戦闘が行われ、後者が勝利した。フランス支配の時代、フランケンベルクにベストファーレン王国。 ベラ県に属す関東の行政機関が設けられた。1821年に、フランケンベルクは新たに創設された、フランケンベルク軍の軍長所在地となった。この軍は、旧アムト・フランケンベルク、アムト・ヘッセンシュタイン、アムト・ローゼンタール、アムト・ハイナ及びゲリーヒト・フィーアミュン連ンから形成された。軍長は、聖ゲオルゲンベルク修道院に置かれた。フランケンベルクは、 重要性の低い農耕市民の住む、小都市に長落していた。その経済基盤は、中世から、すでにそうであったが、食婦と川が飯であった。18世紀の末頃、養謀及び、食婦のツンフトには106人、川が飯港のツンフトには46人の会員があった。食婦ツンフトは19世紀中頃には140人の、会員を要するまでに拡大した。 赤い川なめし工房と白い川なめし工房は新たな流星期を迎えていた。これ以外に当時はストッキング職人や手袋職人のツンフトがあった。19世紀後半には著しい経済的衰退が起こり人口も減少した。1590年から1818 18年までフランケンベルク近郊で銅を含むドロハイワが採掘され精錬された。 この鉱山は特に銀の顔料が高いことで評価を受けていた。19世紀には鉱山経営を軌道に乗せようと様々な試みがなされたが結局1875年に閉山された。古い時代の採掘の痕跡は現在もフランケンベルクとガイスマートの間で草に覆われたボタ山という形で見ることができる。またアルテヒュッテ、ノイエヒュッテ、 製品エンハウスといった地名も、鉱山活動を思わせる。フランケンベルクが鉄道網に接続したことで、やっとささやかな経済的発展が始まった。ウィン出身のトーネット兄弟の働きかけにより、1890年に、マールブルク、フランケンベルク区間が開通し、木材の豊かな地域であることを活用して、駅の近くに椅子の製造工場が作られた。 10年後にこの路線は、コルバッハを経由して、バルブルクにまで延長された。これにより、ベスト・ファーレン地方との結びつきが確保された。路線はさらに1908年に、ベスト・ビヒ、1910年にベアレブルクまで完成した。市の浄水供給は、もともと、公共あるいは私的な泉によっていた。1476年の大化の後、1502年に、 ニーダーミューレに、エーダー川の水を汲み上げる用水施設が建造された。これは、エーダー川で水車を動かし、旧市街に水を運び、市内各所の水盤に分配するものであった。1899年に、公共の水道施設が建設された。エーダー川の水の代わりに、大秘ミューレの水源地から、ネムフェ川の水力に加え、モーターの力を使い、 城山の高架タンクに運び、ここから各家庭に分配された。1913年にゲルンスハウゼンの水源が加わり、この水は自然勾配に従って、現在も市内下部に流れている。1903年に市立の施設、ニーダーミューレにタービンが一基設置された。これはエーダー側の水によって駆動した。このタービンと吸引ガスモーターにより、 フランケンベルクで初めて伝統のための直流電源が生み出された。北ヘッセン全域の電気化の過程で、ブリアグの広域送電網は1921年に交流電源に切り替えられた。1871年にフランケンベルク全域で測量と地図作成が行われた。土地の整理、統合は1890年代に着手され、1904年に 完了した。第一次世界大戦前の景気紅葉は人口の再増加に現れている。1908年のフランケンベルクの人口は3314人になっていた。町は創設期から存在し、市壁で明確にされていたその境界を超え始めていた。1890年に駅とトーネット椅子工場を、さらにその少し後に新しい郵便局が 軍庁舎の裏に作られた。1900年には、貯蓄銀行の建物が、ガイスマーラー門の前に建設された。1903年に、区裁判所が、1905年に、教員養成学校が設けられた。校舎のあった場所には現在、ギムナジウムがある。また、1913年に、私立学校が開設された。一方、1905年には、 リンナー門の前にイスラエル学校が建設された。第一次世界大戦によって経済的、文化的停滞が訪れた。第二次世界大戦中もエーダードルフの住宅やいくつかの増改築を除いてフランケンベルク氏に基本的な変化はなかった。地域拡大144ヘクタールは実現しなかった。第一次世界大戦後、 市の復興はゆっくりとしたものであった。通貨価値の下落と経済的低落は新たな移住の波を引き起こした。1922年の短期ギムナジウムの創設により市はギムナジウムを持つこととなった。1923年秋のインフレーション終了後の特にシュテルカーイス工場の進出に象徴される景気上昇は長続きしなかった。 工業化が遅れ多額の借金を抱え込んでいたこの町に世界恐慌が大打撃を与えた。増加する失業率と社会的貧困を前に NSD オッピーのプロパガンダが軍のほぼ全域とともにこの町を襲い20年代末からは選挙結果に反映されるように豊かな地盤となっていった。1933年1月のナチスの権力掌握後 フランケンベルクでも、政治的、社会的生活の確立化がなされた。通りも解明された。1933年4月初めに、都市行政委員会は、シュタインガッセを、アドルフ・ヒトラー通り、レッデナワー通りを、ヘルマンゲーリング通り、ウンターマルクトを、ヒンデンブルク広場と解明することを決議し、住民は、国家社会主義思想に染まっていった。ひどいことに、 ユダヤ系住民が標的にされた。1933年から組織的に迫害され、公民権を剥奪され、最後には追放された上に殺害された。幸いにもフランケンベルクのユダヤ人の多くは、早い時期にドイツを離れていた。しかし、そのための資金がなかったり、外国に頼るべき縁者がいないためにこの地に泊まった。ものは、 1942年までに絶滅収容所に送置された。少なくともフランケンベルクで8人、現在のレッデナウクで3人のユダヤ人が迫害の犠牲となった。1988年に視聴者に掲げられた記念名番がフランケンベルクのユダヤ人社会とナチス独裁の犠牲を思い起こさせる。第二次世界大戦中。 この町は戦争の直接的な影響をさほど受けることなく過ごした。しかし、1945年3月に行われた、駅に対する2回の空襲で、90人以上の命が失われた。1944年8月に、国防軍の野戦病院がフロドナからフランケンベルクに移転してきて、エーダータール州レオルテンベルクの私立学校や、 裁判所の建物が利用された1945年3月29日のアメリカ軍侵攻に対して抵抗は何一つなかった。フランケンベルクから従軍した住民のうち285人が戦争から戻らなかった。第二次世界大戦後の難民によってフランケンベルク氏の人口は約2000人近くにまで急激に増加した。これにより 住宅地の拡張が必要となった。1948年の通貨改革以前からすでにフランケンベルク軍はグロースベルクに病院の建設を始めており、さらに看護学校や1970年代には看護師宿舎が付設された。病院は1975年に拡張され、近代的なヘッセンクリニックとなった。1962年からフランケンベルクは、 軍の駐屯地となった。1962、63年に下水処理場が設けられ、排水処理の問題は解消された。この下水処理場は1978年に拡張された。増大する水需要は深い妙にまで達するボーリングや高架水槽タンク及びポンプ場の建設により、また増大する電力需要は新たな 20KV 送電網と変電所の 建設によって確保された。既存の学校は、近代的な学校に増改築がなされ、バルマー・スドルフに、ビガント・ゲルステンベルク修礼が新設された。1950年にエーダー川沿いのスポーツ広場に建てられたバラックで運営されていた、軍立職業学校は、60年代初めに、マールブルガー通りに校舎が建設され、技術工学の職業専門学校や、 職業専門高等学校を含む効率的な職業教育センターとなった。1970年にガイスマーラー通りの近くにフリードリヒトロストシューレが設けられた。80年代の初めにこの学校からケーゲルスベルクシューレが設立された。70年代以末ケーゲルスベルクに障害者のための受産所と幼稚園が作られた。あうえには60年代に 工業地区が整備され、拡張を続けた。ここには、新しい企業が数社ある。これにより、フランケンベルク氏の経済力強化と、経済構造の改善が図られている。このアウェイには、防災センターも設けられており、災害救助のための機関、つまり、消防団、災害救助隊、技術救助隊、ドイツ赤十字がある。1967年、 大比べ区の公園のすぐ隣に新たに屋内プールが建設され、1972年にはミニゴルフ場付きの屋外プールが作られた。ヘッセン州の地域再編に伴って、12の村落が自由意思に基づき、本市に合併した。これにより、地域は2736ヘクタールから12518ヘクタールに、 人口は9397人から15263人に増大した。1974年、ヘッセン州の自治体新設により、フランケンベルクは、軍庁所在地の地位を、コルバッハに譲った。1974年1月1日、コルバッハは、フランケンベルク軍と、バルデック軍から新設されたバルデック・フランケンベルク。 軍の軍庁所在地となった。通信については、70年代に図デーテン通りに、新しい郵便局が、マールブルガー通りに送信塔を持つ、電信電話局が建設された。校舎は、聖母教会の塔とその高さを競っている。ヘッセンの日に間に合う、よう1989年に完成した、エーダーベルクラントハレは、現在、 この町の文化生活の中心となっている。フランケンベルクの死の発展に最も大きな影響を与えたのは、歴史的旧市街地区と歴史的新市街地区の近代化を定めた1967年8月10日の市行政委員会の決議であった。駐車場を建設し、歩行者専用区域を設けた、この近代化措置により、100棟もの木組建築が取り壊された。 一方、この近代化措置は、町の経済状況の大きな改善に寄与した。フランケンベルクは、ショッピング街となり、旧市街や、新市街の散策や見学に誘っている。フランケンベルク氏の文書は、ヘッセン州立マールブルク文書館に収蔵されている。フランケンベルクの市長者フランケンベルク氏の市議会は31議席からなる。 現在用いられているフランケンベルク氏の紋章は1325年7月2日付の聖ゲオルゲンベルク修道院の文書に押された氏の小印章に由来する。この印章には冠をかぶり2本の王を持つヘッセンの獅子が身分から現れるデザインが描かれていた。このデザインは14世紀にはすでに紋章やのりにも現れている。青字で金の身分から 冠を被り、赤と白のストライプに塗り分けられた、ヘッセンの獅子が現れるものである。口伝えの伝承によれば、三つの峰は、城山、グロースベルク、ヒンシュテュルツを表すと言われている。1644年に、フランケンベルク氏は、それぞれ身分から冠を被った獅子が現れるデザインの、異なる大きさの小印章を二つ作成した。 1985年12月19日に、資業政委員会は、新たな基本条例を制定し、その1で、以下のように規定した。最後の規定は、1249年10月11日付の、聖ゲオルゲンベルク修道院の文書に押された、大印象に由来する。聖ゲオルゲンベルク修道院の軍立郷土博物館、クルツーリング・フランケンバーグはエダーベルクラントハレで、 年中、演劇上演、カバレット、コンサートを開催している。また、市内には、多くの演劇グループがある。スポーツでの看板は、TSV ヘッセン1848フランケンベルク EV である。ヘッセンで、最も伝統のある、スポーツクラブの一つであり、14位の競技分野を有している。4月から10月には、 定期的に無料で約1.5時間の市内ツアーが開催されるが、この他にもテーマを決めたり、特別な目的のグループごとに挙行される市内ツアーがある。聖母協会私立公園の他に、年中昼間は自由に入場できる私立料従園が公開されている。ここでは、イノシシ、アカシカ、ダマジカ、ニホンジカ、ムフロンが飼育されている。 柵で囲まれたイノシシやヤギの他は、邪魔な柵などなしに、動物の間を自由に歩き回り、触れ合うことができる。フランケンベルクとその周辺は、標識が整備された、周遊道や遊歩道が、森が豊かで起伏に富んだ地形の中を通っている。市の森の北の境界に、特別なノルディックウォーキング周遊路がある。さらにこの町は、ヘッセン広域自転車道 R、R6 号。 R8 号線及びエーダーアウエン自転車道に面している。経済は様々な分野に均等に分かれており、就労率の大変良い地域に属している。フランケンベルクには、ゲブリューダー・トーネット家具製造、この町最大の雇用種であるプレス及び、ダイカスト工場のヘッティヒがある。また、ドイツ連邦軍の第932電子戦大隊が駐屯している。 周辺地域の最大の雇用主は、アレンドルフにある、暖房機器メーカーのフィースマン社である。技術的な重点は、合成樹脂の分野にある。フランケンベルクには、エビコン社とギュンター社という、いわゆるハイスキャニルテクノクにおける世界の、先端的企業が2社ある。フィンガー・フェルティヒハウスも、同じく重要な企業である。1973年まで軍庁所在地であった。 フランケンベルクには行政関係の機関も多くある。フランケンベルクには様々な学校がある。エーダータール州例、ブルクバルト州例、オルテンベルク州例、フリードリヒトロスト州例、ケーゲルベルク州例がそれである。さらに市民大学が一校、基礎家庭学校及び、本家庭学校が中学宿及び、周辺地区に合わせて4校ある。 職業学校であるハンス・フィースマン・シューレは、様々な教育課程を用意している。職業及び課程、職業基礎課程、職業専門課程、職業学校、専門高等学校、機械工学専門学校、経営学専門学校、技術者のための経営学コースがある。2005年以降、フランケンベルクは、システム工学コースを有する。 北ヘッセン職業アカデミーの所在地となっている。フランケンベルク駅フランケンベルクは、ブルクバルト鉄道によって、マールブルクと結ばれている。マールブルクで、ドイツ鉄道の広域鉄道網に接続する。2006年と2007年の夏季シーズンの日曜、祝日に、運転レーダーとある鉄道を経由して、エーダー湖に面したエルツハウゼンまで、2005年から2007年までは、 エーダーベルクラント鉄道を経由して、アウハンマーまで、クールヘッセン鉄道が運行していた。2011年5月から、ヘルツハウゼンまでの運行が再開された。観光地であるエーダー港及び、ケラーエーダー勢国立公園へのアクセス改善となる、フランケンベルク・コルバッハ間の再開並びに、マールブルクまでの区間の拡充は、活発な政治上の議論の的となっている。 公共近郊交通は北ヘッセン交通連盟によって運営されている。フランケンベルクを発着するバス路線はバート・ビルドゥンゲン、ブルクバルト、ゲミュンデン、ハレンベルク、ハッツフェルト、コルバッハ、リヒテンフェルス、オーバーアースフェ、ローゼンタールとの間を結んでおり、さらに早朝にはマールブルクへの便もある。また、フランケンベルクは電報道、 B252 号線と B253 号線に面しており、これら日本の連邦道は短い区間ではあるが、フランケンベルクバイパスを共有している。地元の日韓市は、フランケンベルガー・ザイトゥング及び、フランケンベルガー・アルゲマイネである。後者は、ヘッシシェ・ニーダーゼクジシェ・アルゲマイネの地方版である。2007年から、 毎年精霊降臨祭に放送を行うスタジオが開設された。2005年11月からフランケンベルクは将来性のある家族都市としてヘッセン州のモデル自治体となっている。10年間のモデルプログラムを実施する最大2都市のうちの一つとしてヘッセン州で候補となった33の中規模都市の中からフランケンベルクが選ばれたのである。 二つ目の自治体として、2006年末に、ビューディンゲンがこのプログラムに参加することとなった。ヘッセン州は、モデルプロジェクト、将来性のある、家族都市によって、いかなる自治体政策が、人工統計学的発展にポジティブな影響を及ぼすかを検証しようとしている。学問的裏付けのある実験的試みの枠組みで、5年間に500万ユーロを、受け取った。 フランケンベルクの実験的試みの重点は、家族と仕事の両立である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。